はい、では本日は球団の公式 YouTube 企画の祝契約更新カギ様神野に聞いてみた質問コーナー、イエーイ。それはですね、本日はですね、カギマサさんと神野さんお二人にファンの方から届いた質問の方を答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初に届いた質問が、2人の今シーズンの目標の方、鍵政さんから教えてください。はい、2022年、はい、もちろん、シベツサムライブレイズ、リーグ優勝するよう、ごめん、これ取り直した2022年、シベツサムライブレイズが、リーグ優勝するのが、目標です。お、はい、やっぱりそれは去年の接続を果たすっていう、まあそうね、ことですかね。プレイオフとかで、去年 PY ブラックダイヤモンドの、はい、平林選手に、はいはいはい、まあ、サヨナラヒット打たれた、まあそうですね、結構それが悔しかったんで、まあ、今年は、まあ、なんとか取り返そうと、そうですね、はい、なんでリーグ優勝を目標に掲げて頑張っていきます。いいですね、頑張りましょう。では神野選手お願いします。このシーズンの目標は全試合出場とホームラン2桁を打つことです。いいですね。そのために何かやってることとかあるんですか？やってることはホームランパフォーマンスの練習してます。本当ですか？それで、まあ、パフォーマンスから入ると。パフォーマンスから入ります。いいですね。じゃ次の質問いきます。今のポジション以外にやってみたいポジションは、まずお二人とも最初のポジションちょっと皆さんわからないかもしれないんで教えていただけますか。そこからどこのポジションをやりたいかっていうのをお願いします。かけます選手どうぞ。はい、まあ、シベツサムライブレイズでは今主にっていうか、投手を、させていただいています。主にピッチャー、はい、はい、やりたいポジションはですね、まあ内野手、ショート、内野手、ショート、やっぱり野手の花ですね、本当に。そうですよ。でもなんか、まあ、守備練習してショート、なんかもう全然センスがないんで、ちょっとまあやってみたいっていう。まああれですね、普段ピッチャーなんで、やっぱピッチャーを助ける立場になってみたいってことですかね。いいですね。神野選手はちなみにどこのポジションですか？今はキャッチャーやってます。おお。ちなみにそのキャッチャー以外にやってみたいポジションっていうのはありますか？キャッチャー以外でやってみたいポジション。外野手ですかね。おお、外野手。それは何でですか？あ、もうかっこいいじゃないですか、外野手。ダイビングキャッチとか。まあそうですね、外野手やっぱ、見せるプレーっていうの結構ありますからね。まあ、このオフはね、密かに外野の練習してるんで。お、じゃ皆さん期待ですね、来シーズン。もしかしたら神野海斗が外野を守ることになるかもしれません。皆さん期待してみてください。できるの？できますよ。デスパイになっちゃいますけど。はい、では次の質問いきますね。昨シーズンブレイズでプレーをして一番思い出に残っていることは何ですか？鍵政選手お願いします。思い出に残ってるのは、いや、ないやろ。いや、あるよ。ないやろ。あるよ。俺に出したら思い出あるわ。あるんですか？あるあるよ。まあさ、まあ、8月の29かな、本当に、うんうんうん、あの石狩レッドフェニックス戦の5対5で引き分けになったですね。はいはいはい。あの、まあ、自分が投げる前に直撃、5対1かな、右でリードされてたんですけど、まあ、そこからあのみんなの種別の選手の粘りで同点に追いついて、まあ、試合は同点だったんですけど、なんて言えばいいんだ、これはこれで、あの、まあ、すごい勢いづいてた試合で、まあ、まれに上がるみたいな試合だったんで、まあ、すごい接戦だったっていう試合だったんですね。申し訳ないですね。それはすごい思い出かな。あるよ。はいはいはい、はい、神野選手はどういった試合がすごい思い出に残ってますか？7月の2戦目の石狩戦で、はいはい、ホームで雄太郎先発で自分がキャッチャーで、うんうんうん、で、石狩に勝ってチーム初の2連勝に導いた試合ですね。おお、そこがチーム初2連勝っていうことで、はい、やっぱ自分のリードのおかげっていうのがあるんですかね、もしかしたら。自分の加入でね、シベツサムライブレイズが強くなったんで、今年は温まるからこの2人がいるんで
優勝間違いないと思いますよ。お、期待ですね。ファンの皆さん、ぜひ期待してみてください。次の質問です。ブレイズで一緒にプレーした選手たちで尊敬する人はいますか？理由もお願いいたします。カギマス選手。絶対いないですよ、これは。カギマスさんに関しては。そうですね。まあ僕は、安井大輔投手。安井大輔投手。おー、はい、大ベテランですね。大ベテランの安井投手ですね。やっぱ、理由は、理由ですよね。はい。まあ理由は、理由です。ぎこちな。まあ理由は、やっぱり年齢40歳にして、未だもう野球やってるっていうのが。はいはいはい。すごいな。まあ、あれだけ体動くっていうのはすごいですよね、本当に。そうですね。まあ、そして普段は面白いキャラで、まあ、チームのムードメーカーでもあり、まあ、尊敬しているものもあります。はい、はい。神野選手は、尊敬する選手いますか？プレイした選手で。尊敬する選手。尊敬する選手。尾崎優斗。前年のキャプテンですね。はい。なんで尊敬する、尊敬する理由は何ですかね？なんか、すごいっすよね。なんか、自らね、キャプテンやって、あんな、寮長もやってね、大変な仕事ばっかりやってて、それでもう野球の試合になっても、野崎さんが指揮をしてたんで、すごい、役職いっぱいあって。まあ、キャプテン心溢れるっていう選手を、すごい尊敬すると。でも、たまにそのふざけるとこが、そうですね。この人は結構いい人だなって。まあすごい、なんだろう、メリハリがあるって感じですかね。野球人生で一番尊敬してると思います。おー、いいですね。これ、尾崎さんが聞いたらすごい喜ぶかもしれませんよ。まあ、バカすけどなんですよ。面白いですけど、どう思います？まあ、たまにちょっとね、なんか間抜けっぽいのがいいよね。かわいいっすよね。まあそこが一応ね、彼の。いいところであり、ってことですかね。ちなみに